かがり船、誰かあの日を見たか。2011年3月11日午後2時46分、この日この時命は分けられました。絶たれた命と託された命に。これは宮城県気仙沼の泉さんという女性のあの日のお話です。私の職場は港町の魚市場の近く、道を挟んで真ん前が海です。長い激震のあと散乱した事務所をようやく這い出して外に出ると、道は陥没して、駐車していた車は海に浮いていました。同僚らはすぐ避難、私も事務所を施錠して遅れを取りながら車を走らせましたが、信号が消えた道路はすでに大渋滞、ちっとも前には進めません。津波の時は車で逃げてはダメ、そう教えられていましたが、その時点で車を手放すことはできませんでした。行けるところまで行こうと。カーラジオからは大津波警報、第1波3メートル、第2波6メートル、第3波10メートル、繰り返し繰り返し警報音が鳴り響く。車はもう前へも後ろへも進めません。気持ちは焦る。ようやく停車のスペースを見つけ、迷いなく乗り捨てて走り出しました。後ろを振り返ると大川がまるで水道管が破裂したような水柱をいくつもいくつも吹き上げて盛り上がっていました。海から逆巻く大波があっという間に大川を圧倒しながら遡ってくるのです。車が何台も飲み込まれていきました。悪夢、それはまさしく悪夢。人間界を滅ぼせと近くから指令を受けた海底は跳ね上がり、鉛色の海脈となってうねりながら日本海へなだれ込む勢いです。海のうねは狂気をはらみ、牙をむき拳を上げて次々と家を破壊し、車は笹舟のようにもてあそび、人々が海と共に栄えたこの地を容赦なく破壊していくのです。私は追っ手から逃れるように必死で、すぐ近くの2階建ての古いアパート外階段を駆け上がり、ベランダによじ登りました。後ろから中年の女性が一緒にと言って駆け上がり、そして二人は他人様の部屋をこじ開け中に入りました。大揺れは繰り返し何度も襲ってくる。それは地の揺れではなく津波が家ごと持ち上げてさらっていく衝撃だったのです。アパートの天井板や梁が次々崩れ落ち、倒れかけた柱を肩で支え、紙一枚のような壁にすがって突っ立っているしかありませんでした。一緒にいた女性は四つん這いでこたつにしがみつき、動かない方がいいと叫んでいました。急に大きく揺れ上がった途端叩きつけられ、私は宙に放り出されました。一緒にいた女性のその後のことは分かりません。気がつくと私は黒い水の中でした。まるで洗濯機の中に放り込まれたように激しく攪拌され、
上も下も右も左もわけが分からぬまま真っ黒な水流に身を任せるしかありませんでした。ただ不思議と恐怖心はなく、この世の終わりをしかと記録するように目だけはしっかりと開いていたのを覚えています。そして覚悟しました。もうこれ以上は無理。そう思った時、娘の顔が浮かんだんです。私の一人娘、あの子を一人残して死ぬわけにはいかない。何としても生きなければ、ここから出なければ。黒い真っ黒い渦の中、海水、油、砂、凶器の瓦礫、汚水も混じっていると思うと固く口を結んでいた私でしたが、生きようと決めた瞬間、思いっきりその黒い水を飲み込みました。すると吐き出した息が命を宿す玉のようにブクブク上っていくのが見えたのです。その先はうっすらと白い幕が張っているように見えました。あそこが水面。海育ちの恵みが私を生かしてくれました。私は再び空を見ることができ、黒い水から放たれた視界の中に太い幹を捉えたのです。毎年桜祭りでにぎわう大川の桜並木の一本、たくましい幹が手を差し伸べるように目の前に枝を広げ、私はしがみつきました。後で聞いた話ですが、それらの桜の木に抱きかかえられるようにして命を落とした人々もいたそうです。私が桜の木によって救われた直後、陸へ山へと襲いかかっていた大波は、引き上げの号令でもあったかのように、今度は海へ沖へと一斉に逆流を始めました。今まで見たこともない引き波の威力。人はここが丸い地球であることを思い知ることになるのです。海は私たちの暮らしを土台から奪い、未来図を破り、海の底へと引きずり込みます。板に乗った人を見ました。車はもちろん大きな船が迷い込み、石油タンク、電信柱が浮いていました。ガスボンベはシュルシュルと回りながら桜の木めがけて衝突して、家々の屋根は浮き沈み砕けながら、形状を残すことなく消える。向こう側には南気仙沼小学校の屋上に避難していく人々、大川に架かる大橋を逃げ惑う人々、私は震える体を桜の木に預けて、ただただこの景色を撮影するだけのために息をしていました。しばらくして雪が降ってきました。頭や肩にも積もるほどに。海がさらえた廃墟の町を白い薄絹が覆う。空はあまりの惨状に凍りつき、地上へのお悔やみを雪に託したのか。しかし大地は怒り、すぐさま雪を蹴散らして残骸だけの町が無残にさらされました。近くにかろうじて残された一軒の家が目に留まる。一階の壁は奪われて、引き水が捨てていった瓦礫が押し込まれ、二階には人影が
たに救いを求めようとようやく地上に降りて、ぬかるみの感触で初めて哀れな己の姿に呆然としました。ボロボロタイツに素足、肩には脈打つたびにうずく傷を負い、気づいた途端に激痛が走ったのです。もう夕暮れの頃になっておりました。その家に最初にたどり着いたという50代の男性は、1階の瓦礫をなんとか避けて海が及ばなかった2階への道を開いていました。家の人は避難していたのか、ご不在のまま逃れて集まった人たちが私を含めて6人、2階の一室1枚の布団が6人に託されたスペース、重なるように全員が添い、凍えた心と体を温め合うことができました。それでも外では一晩中爆発音が聞こえ、車のクラクションは持ち主を呼ぶかのように泣き続け、悲しみを誘います。あちらこちらからの火の手が迫ってくるのも、きな臭い風の煙で分かりました。怖くて寒くて一睡もできず、6人は死と隣り合わせになった数時間前の出来事と生き残った今をポツポツと語り合い、地球上でたった6人の生存者であるがごとく、私たちの身の上は一つでした。その中の一人が防水の携帯電話を持っていました。それで今東北が日本中、いいえ世界中から見つめられ、祈られている視線の点となっていることを伝えていました。東北という点はその数日後、福島という代名詞と重なり、地球史上の消えることのない痕跡となって刻まれることになるのです。ヘリコプターの音が聞こえると、その方は寒い空の中ベランダに出て上空へ掲げ、南気仙沼小学校の屋上に闇空の下避難している人々へと、光の点滅で今生きている、そう更新するのでした。その後のことなんです。その方が叫んだんです。船が来た、おーい、おーい。部屋にいた私たちはすぐには立ち上がりませんでした。いっぱい来たよ、みんなおいで。重しを抱えながらその声にようやく外に出てみました。するとなんということでしょう、大きな船がその中央に大きな炎を燃やしているのです。大勢の人の影が炎を囲みながら揺れていました。力強い大船が鉄をも溶かすほどの炎を上げた火桶を抱いてゆっくりとやってきたのです。学生の頃ときめいたキャンプファイヤーを思い出し、もう心が躍りました。すぐにでもそこに行きたい、手をかざし頬上記させ、助かった人々と輪の中で喜び合いたい。6人は一斉に声を限りに呼びかけました。おーい、おーい、寒いから乗せて。火を焚いた船は何艘
走も続いて上流へ向かうのです。後で思い出してもその船はすぐ絵にでも描けるほどこの目に焼き付きました。そしてそのうちの一艘が私たちの声に気がつき、川岸ギリギリに近づいてきました。ここに6人います、乗せてください。今待っていろ。男の人の力強い声が返ってきたのです。私たちは炎に照らされうなずき見送りました。再び凍えた闇が辺りを包み込むまで。行ってしまったね。でもまだ津波警報が出てるのに助けに来てくれるなんて。ありゃよっぽどのお出前でなきゃこんな瓦礫だらけの川をね登ってくるなんてできやしないよ。この感動のセレモニーのような出来事を何度も私たちは口々に称賛し、その船がもう一度戻ってきてくれることを信じて待ちました。結局夜が明けて朝はやってきましたが、船は戻ってくることはありませんでした。暁の薄明かりの中に見た町の惨状は言葉になりません。そこに町はなかった。瓦礫が地形の起伏のように波打ち、天地無用のオブジェはもはや私たちの想像の域を超えていました。町は壊滅どころか真逆の造形物が出来上がっていたのです。そして高台にはくっきりと横線を引いたようにその妙案を示していました。瓦礫の山谷は生き延びることを拒むように立ちはだかっています。世話役の男性が人数分の靴を探してきてくれました。6人は揃って持ち主のいない家に礼をして帰宅への困難に向かいました。まるで戦中の焼け野原を逃げ惑う時にタイムスリップしたように、私たちは歩くことで生きる意味を探しました。怪我も恐れず、ガラスの上もバリバリ踏み砕き、泥水跳ね上がる水たまりも構わずに、痛いも冷たいも辛いも全ての感覚をただただ歩くことに向けました。犠牲の亡骸を何度も見ました。波打つ心は重たい蓋をするしかなかったのです。 2,3 時間の行程でしたが、長い旅のような時間でした。娘の方はあの日高台のある中学校にいて、地震発生の時は校庭に全校生徒が一斉に避難をして、津波発生から町の破壊される一部始終を目撃していたそうです。そこにお父さんの職場が、そこは自分の家、小学校が、保育所が、ただ見るしかできないこの絶望の時を生徒たちは一体どうやって受け止めたのでしょうか。私は途中知人の車に拾われて我が家に無事たどり着き、父、母、娘と互いの無事を抱きしめ合いました。裏山の湧き水を少し温めてほんの汚れを取るほどでしたが、生き返ったことを実感し、この一昼夜何度も危機をくぐり抜けた奇跡がもたらした存在、それは確かにこの家にあったのです。
感謝が溢れるのとは逆に、力という力が抜けて、それまで飲み込んでいた恐怖と悲しみを逆流させ、震えながらおえつしました。あのあとその船のことが気がかりになり、いろいろと尋ね調べておりました。1ヶ月ほど経った頃、ちょうど向こう側の南気仙沼小学校の屋上に避難していたという人と話すことがあり、愕然としたのです。あの時大川はもう瓦礫だらけで、船が登ってくなんてありえない。そんな船は見てないし、もし来てたら絶対私たちだって気づいていたはず。そう言われました。確かにどんな動力でも、あの瓦礫だらけの川を船が進むことはありえないのです。では私たち6人が揃って見たものは何だったのでしょうか。津波で現れた歪みの中に私たちは紛れ込んだものなのか、極限状態の6人が揃って同じ幻を見たのでしょうか。ただこのことを騒ぎ立て公にして解き明かすことはどうしてもできないんです。かけがえのない犠牲が大きすぎます。生きている限りこの傷が癒えることはありません。泉さんのお話はこれで終わります。特別なことに出会ったからといって、それを声高に伝えることはしたくないと彼女はまた泣きました。でも私はこの6人が見聞きしたことの意味を思い、どうかこのお話を私に預けてほしいとお願いしたんです。かがり船、私はこう名付けました。あの夜彼女たちが遭遇したシーンは何を意味するのか。無念の魂はかがり船に救われたのだと、安らかなる元凶へと旅立つ鐘楼の船に救われたのだと、ただただそう祈りたい。四季は巡るたび、忘れない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 、そう言えば言うほど、忘却の魔王は温かな花の香りで悲しみを遠くへ追いやるのです。この海と大地だけが記録しているこの出来事を、地層を深く埋葬し記憶している。真実を知りたければ、あの生き残った桜の幹たちに尋ねるしかないのでしょう。2011年3月11日寒くて気の遠くなる果てしない絶望の漆喰の闇の中、彼女らは高校と明るく灯してくれたグエンの船を確かに見た。声を確かに聞いた。